見極めで検索はーい皆さんこんにちはみきわめライブ YouTube ブルーステージ始めていきたいと思いますこのお時間はですねビジョナル様の関根様にお越しいただいております本日よろしくお願いいたします皆さんこんにちはよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたします学生の皆さんに今日の流れと簡単な お依頼お願いしたいと思います。一つ目ですね、本日は35分間の中で、会社説明と、あと Q&A の皆様の質問をお答えするコーナー開催していければと思います。皆様の質問をどしどし人っていければと思いますので、気になった方はチャット欄からお気軽にご質問ください。で、またですね、このターム見たよってことがきちんとビジョンル様にお伝わるようにですね、チェックインだけ忘れずによろしくお願いいたします。で、あの、このタームも実は裏側で、あの、 クイズ企画やりたいと思います。で、今回のクイズがですね、あの次のうち美のような様やってる事業領域はどこでしょうかというクイズでございます。おそらく解説テーマの中にもヒントたくさん隠されているのかなと思いますので、ぜひぜひ見ながらどの事業に当てはまるのかなところを押していただければと思っております。というところで、早速、関根様にボトンタッチしていただければと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さん、改めて、えー、お集まりいただいてありがとうございます。いやー、土曜日のね、 15時っていう時間で、いやー、お忙しい中だと思うんですけど、まあ、今日なんか午前中からずっと見てる方もいるっていうふうに聞いておりまして、うん、皆さん偉いなというところで、まあ、お忙しい皆さんの時間をいただくわけなので、まあ、少しでもお役に立てるようなお話ができたらなと思いますので、はい、ちょっと聞いていただけたらなと思います。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと説明会入ってもいいですかね。はい、よろしくお願いします。はいありがとうございます。今ちょっと画面を 投影しようと思うので、お待ちください。あ、今、バッチリ映っております。バッチリですか。はい、<laughs> ありがとうございます。じゃ、ここからちょっと、あの、私の方で、会社説明させていただきますので。ご興味ある方、ぜひ聞いていただけたらなと思いますし。全然、あの、説明中でも、あの、チャットをいただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。 で、改めてビジョナルでございます。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、今日の、えー、アジェンダですね。えー、大きく、まあ、4つについてお話をさせていただきたいなと思います。ビジョナルグループについて、株式会社、ビーズリーチについて、新卒の成長環境について、選考についてという、まあ、4本立てでお話できればなと思いますので、はい、あの、少しお付き合いいただけたらなと思います。まずは、あの、私の自己紹介でございます。えー、改めて、今、ビジネス新卒採用グループというところでリーダーを務めている関根と申します。 いろいろと書いてるので、気になるところあったら、ぜひチャットで突っ込んでいただけたらなというふうに思ってるんですけど、まあ、この会社には2018年に新卒で入社をしておりまして、えっと、現在は新卒採用の人事をしているんですけど、人事歴約2年ほどでございまして、もともとはビズリッチキャンパスっていうサービスを運営している新卒事業部というところにおりまして、そこで4年間ビジネス開発を務めておりました。でまあ、僕が入社した当時はまだビズリッチキャンパスが生まれてから1年ぐらいしか経ってなくて、 まあ、この会社の中でも新規事業みたいなそんな扱いで、まあ、企業さんも学生さんもビジネシキャンパスって何ですかみたいなサービス名も知らないようなそんな状態からスタートをして、まあ、そこから徐々に徐々に事業を成長させていってみたいな、まあ、一般的に言うところの1から10の事業づくりみたいなそんなフェーズを経験させていただいたかなと思ってます。まあ、後半はセールスのリーダーやらせてもらったりとか、全社で表彰いただいたりとか、まあ、そんなことも経験して、えー、今に至るというような感じです。まあ、授業の観点でも、えー の観点でもあの色々とお話しできるかなというふうに思いますので気になることあればぜひ聞いていただけたらなと思いますそんな感じですじゃあ、えー、説明入っていきたいと思いますまずビジョナルグループについてといったところでございますはいまあ,あの質問機能を使ってあのご質問も出させていただいてると思うんですけどまあ、おそらくビジョナルっていうふうに聞いてまあ、なんか 何のイメージもないですみたいな感じだと思うんですけど、まあ簡単に言うと、あの、ビズリーチっていう CM、もしかしたら見たことある人も多いんじゃないかなと思いますが、まあビズリーチっていうサービスを運営している、まあ、会社が、まあビジョナルグループだと思っていただけたらなと思います。えっと、我々のミッションですね、新しい可能性を次々とというミッションを掲げております。少し右側の、えー、文字を読ませていただけたらなと思いますが、えー、インターネットの力で時代がもたらすさまざまな課題を次々と新しい可能性、括弧ビジョンに変え、世の中の確保 促進を支えていく、まあここにあの書いてる通りですね、ビズリーチ、まあ e、っていう CM をやっていて、そんなサービスをやっているんですけど、まあ、なんか人材とか、まあ、あの転職とか、まあ、そういったあの文言は一切入ってなくてですね、まあ、我々はあくまで新しい可能性を次々と、まあ、こんなミッションに向かって、 でえー、事業を運営しているようなそんな会社ですといったところはまずご認識をお聞きい,いただけたらなと思ってます。で、我々は結構社会の課題みたいなところを起点に事業づくりをしている、まあ、そんなところがこだわりかなというふうに思っておりまして、まあ、未来に生まれるさまざまな領域の課題解決に取り組んで日本の生産性向上を支えている、まあ、そんなところもあの少しご認識いただけたらなというふうに思ってますといったところです。えー、まあ ビズリーチだったりとか、私がやってたビズリーチキャンパスだったりとか、あ、ま、とハーモスだったりとか、まあそういったあの事業が HR テックの事業になっておりまして、まあ実はですね、HR テック以外の領域にも、ね、事業を展開しておりまして、例えば M&A だったりとか、物流だったりとか、サイバーセキュリティだったりとか、まあそういった HR テックにとどまらないさまざまな領域での課題解決、まあそんなことをしているのがビジョナルグループだよ、まあそんなところをまあ覚えていただけたらなというふうに思っています。 まあ,あの会社は成長させていただいてまして、まあ、2009年にあの創業してからまあ約15年ぐらいが経つんですけど、まあ、すでに組織は2000名を超えておりまして、まあ、売上高もまあこのフェーズになってまあ毎年 120%130% 伸びているような、まあ、そんな会社でございますと。 でまあ、なんか成長、なんでこんなにあのビジョナルグループで成長しているんですかってよくあの学生さんからご質問もいただくんですけど、まあ、そのあたりについてですね、あの少し触れさせていただけたらなと思いますが、まずはまあ事業創出のフレームワークみたいなところを触れさせていただけたらなと思ってすます。まあ、新規事業の創出実績に裏打ちされた仕組み及びアプローチ指標に基づいて社会の変化と技術の進化がもたらす潜在的な成長事業領域に参入している、まあ、みたいなことを書いてるんですけど、まあ、大事なのは、あのここに えー、下線を引いている、アンダーラインを引いている部分ですね。社会構造の変革や技術の進化により、今後、日本市場の 成長が期待されているというところと、まあ、あとは大きな市場ポテンシャル、これはタムっていうんですけど、が存在する、まあ、そんなところ、まあ、つまり市場選定みたいなところにめちゃくちゃこだわって、えー、事業を作っている、まあ、そんな会社でございますので、まあ、そのあたりが、はい、あの成長の理由の一つかなというふうに思ってます。まあ、もう一つあるとすれば、えー、自社でインターネットサービスを開発、運営している、まあ、そんなところもあるかなというふうに思ってまして、あの弊社全従業員の3割、約3割がエンジニア、デザイナーという、まあ、プロダクト、ものを作るような、まあ、そんな社員になって ておりまして、まあ,あのカルチャーがフィットしているだったりとか、まあ、同じ方向を向いているあのものづくりの人がいるっていうところも、まあ、一つ強みになるかなというふうに思ってますといったところですねはいまあそんなところがビジョナルグループの説明でございましたまああのビズリーチのイメージがもしかしたらあるかもしれないんですけどまあ HR テック以外の領域にも、えー、社会課題を解決するために、えー、事業づくりを行っているそんな会社そんなグループだというふうにご認識いただけたらなというふうに思ってます、えー、このあと株式が 会社ビーズリーチについいいいててととったたた説明をさせていただけたらなと思いますちょっと情報量多いなという感じなんですけど、あの株式会社ビーズリーチに関しては、HR テックのドメインで課題解決を行っている会社でございまして、え株式会社ビーズリーチの中でのビジョンなんですけど、キャリアインフラになる。 という、まあ、そんなビジョンを掲げております。まあ、キャリアインフラ、おそらく聞きなじみがない言葉かなと思ってます。まあ、なぜならば、我々が作った言葉な,なのでっていう感じなんですけど、まあ、インフラって聞くと、皆さん、まあ、電気、水道、ガス、内視、通信とか、まあ、そういったあの生活に欠かせないような、まあ、そういった必要不可欠なもの。 というふうに捉えられるかなというふうに思ってるんですけど、まあ、我々にとっては、こ,このキャリアインフラっていう、まあ、キャリアを考える、キャリアを作る上でえ必要不可欠な、まあ、そんなえ会社、そんな事業、そんなサービスを目指していきたいねといった、そんなことをえ掲げております。 でまあ、ミッションとしてキャリアに選択肢と可能性をといったところで、まあ、我々の,あの会社の中でもよく選択肢と可能性という言葉を使うんですけど、まあ、キャリアに選択肢と可能性をといったところで、えー、サービスを運営させていただいております。で、まあちょっとキャリアインフラが必要な社会の変化みたいなところ少しなんか大学の授業っぽくなっちゃうんですけど、まあ、皆さんこれからあの日本の社会に出て働くという、まあ、そんな人たちになるかなと思うのでぜひ、まあ、このビジョナルグループの説明関係なく あ今後、社会ってこうなっていくんだっていうのを、まあ、少し、まあ、インプットというか、あの勉強していただけたらなと思うんですけど、まあ、あのそもそもあの国が成長していく上であで GDP みたいな指標とか、あのこの前もニュース,ニュースでなんかドイツに抜かれてみたいなのあったと思うんですけど、まあ、あのこの GDP とか国の成長みたいなのって、まあ、結局、その働く量をかける質、まあ、こういったあのシンプルな方程式になるかなというふうに思っているんですけど、じゃあ現状の日本どうですか っていうとう、まあ、ご存知の通りですね、まあ、少子高齢化があの爆発的に加速をしていて、まあ、あの生産年齢人口と呼ばれる、まあ、働く人口ですね。まあ、これが、えーまあ 30年後、40年後には3分の2になっていると。まあ、そもそも働くメンバーが減りますよという話。量は減りますと。で、質はどうなんですかといったところで、まあ、右側の図なんですけど、まあ、OECD と呼ばれる、まあ、先進国中心に加盟している団体なんですが、38カ国の比較の中で、下から数えた方が早い29番目といったところで、まあ、米国と比べると、まあ、約半分ダブルスコアをつけられていると。まあ、そんな、えー、状況でございますと。結構、量も。 質も両方の観点で結構まあ厳しい状況。 まあそんなところが皆さんがこれから出ていく日本社会でございますといったところま、まずはご認識いただけたらなと思いますま。働くメンバーが減っていって、生産性もそこまで高くないといった、そんな状況の中で、現在言われているのがですね、人、今までは人というものは消費する資源というふうに言われていて、消費する資源なので管理が重要だよねというふうに言われていたところから、人は組織の価値を向上させる資本でございますといったところで、生かすことが重要だよねと。 言ったところで、まあなんか人的資本経営みたいな。そんなキーワードがあの。最近、あのビジネスの世界では叫ばれているんですけど、まあそんなところもあの市場の後押しかなというふうに思っております。ねえ、こことこも結構面白いんですけど、あの政府がですね。えっ、ー、と今。 あの三位一体の労働市場改革の指針といったところで掲げておりまして、もしあの皆さん興味ある方はあの調べていただけたらなというふうに思っているんですけど、もうあの政府の皆さんがここの,あのそもそもの労働市場について今課題が山積みなのでこういうことをやっていきましょうよって旗を掲げてくれてるんですね。で企業さんに対して、えー、こういうことをやってくださいっていうふうに言ってまして、でまあ、それがリスキリングによる能力向上支援だったりとか、個々の企業の実態に応じた職務給、 の導入だったりとか成長分野への労働移動の円滑化だったりとかまあ、そういったところが、えー、まあ、政府が掲げているところでございましてまあ、ここに我々はまあキャリアインフラというようなソリューションを持って、えー、まあ、解決に向かっていこうかなというふうに思っているところでございますまあ、この辺りぜひ皆さんが出ていく日本社会で起きていることがまざまざと書いてありますのでぜひ読んでいただけたらなと思います はいでまあ、キャリアインフラを実現するためにといったところで、我々はビズリーチ、ハーモスキャンパスみたいな、まあ、そんな、はいえー、サービスを展開しておりますといったところです。でまあ、キャリアインフラのイメージなんですけど、まあ、キャリアって、まあ、こうやって山登り型で進んでいくものかなというふうに思ってまして、まあ、就職活動、転職活動みたいな点の部分で、えー、ビズリーチキャンパスないし、ビズリーチっていうサービスをお使いいただきつつ、えーまあ、所属している会社の中でハーモスっていうタレントマネジメントの、えー えーまあ、システムを導入していく中で、えー、自分の働いている時のデータを貯めていくみたいな、まあ、そういったイメージが、まあ、キャリアインフラに近いかなというふうに思ってます。で、まあ、ここからもう少し、あのーまあ、今後の日本社会のみたいな話になるんですけど、まあ、ビズリーチって今 CM とかもやらせていただいていて結構伸びてるサービスだなっていうふうにご認識をいただいている方が多くってで結構学生さんからもビズリーチって もう伸び続けていかないんですかみたいな、まあ、そんなご質問もいただくことが多いんですけど、まあ、皆さん、たぶん CM とかでなんか転職っていうまあキーワードを聞くので、まあ、かなり日本って転職増えてきてるんだろうなっていうイメージがあるかなっていうふうに思ってるんですけど、えっとまあ、2022年の調査で、この1年間で、えーまあ、転職を経験した人の数は、えー、正規雇用者を分母に取ったときに、えー、わずか2%。 というふうに、えー、調査結果が出ておりまして、まあ、こんだけ転職転職って日常生活で聞くのに、まだ2%しか転職してないんですよ。これ結構なんか驚きというか衝撃かなというふうに思っていて、まあ、僕らがこれから戦っていくマーケットって、まあ、90%以上の広がりがある、そんなマーケットかなというふうに思ってまして、まあ、その辺りが結構面白いところかなというふうに思ってます。でまあ こことかもそうです、ね、同じような話なんですけど、えっとまあ、我々がターゲットとするような、えー、ユーザーさん、ないし企業さんの中でもまだ83%、80%の成長余地があるかなといったところで、まあ、やっとスタートラインに立てて、えー、まだまだまだな。 会社まだまだまだのサービスかなと、まあ、そんなふうに、えー、中にいる人間としては思っているところでございますといったところです。はいでまあ、キャリアインフラの話からつながっていくんですけど、えっと、人的資本データプラットフォーム、まあ、そんな言い方を社内ではしているんですが、w i z b e というところで、えーまあ、社外ですね、えー、と外部の、えーまあ、労働市場みたいなところを取っていって、h、まあ、ハーモスっていったところで、まあ、内部の労働市場をにアプローチをしていって、 でまあ、これとかがこういう世界観になってくるかなというふうに思っているんですけど、まあえっと、社外から人材を採用するという観点では、まあ、ビズリーチを企業様にお使いいただいてで、まあ、結構なんか最近とかだと、まあ、働く人のエンゲージメントとか言われたりするんですけどいやそもそも、えー、その 社外から人材を採用する、まあ、つまりビズリーチを使う必要ってあるんでしたっけみたいな、まあ、そんな話も最近企業様とよくしてまして、まあ、そもそも社内で働いている人たちをもっと可視化して、まあ、その社内で働いている人たち のエンゲージメントを高めるために、えー、社内の人材登用とか、まあ、そういったところも、えー、増やしていけませんかと、まあ、そんな話をしているんですが、まあ、こんなビズリーチとかハーモスとか、まあ、僕らが持っているサービス群を使って、えーまあ、人的資本、データプラットフォームとして、えー、企業様に、えー、ソリューションを提供していき、まあ、これがひいては、えー、日本で、 働く人たちのエンンゲージメントを高めること、まあ、そんなところにつながってくるかなというふうに思ってまして、まあ、そんなふうに展開をしているサービス群、事業群なんだなという、まあ、なんとなくの認識を持っていただけたらなというふうに思ってます。ちょっとここから新卒の成長環境についてみたいなところもお話できたらなというふうに思うんですけど、まあ一言で言うと、えー、ビジョナルに新卒で入社をする魅力、 本質的なぜプロフェッショナルになれるのかみたいな話で言うと、まあ、大きく4つ理由があるかなと思ってまして、まあ、そもそも日々向き合う仕事の難易度が高いといったところと、まあ、プロフェッショナルに囲まれて仕事をする環境があるといったところ自身の成長につながる機会の多さ 一人一人のキャリア形成に本気で向き合う文化といったところで、ちょっと時間の都合上、簡易つまんでお話しできればなと思ってるんですけど、まあ、日々向き合う仕事の難易度の高さみたいなところでいくと、まあ、この世の中の常識を変えにいく難易度の高さみたいなところで、まあ、さっきの,あのビズリーチとかハーモスとかあのキャリアインフラになっていくみたいなそんな話もしたと思うんですけど、まあ、結構既存の延長線ではなくって、まあ、目の前の人の考え方をアップデートする、まあ、そんな仕事になるかなというふうに思ってますし、まあ、結構人材とか組織課題って、あの複雑性 高いんですよねあの個別事象によって結構種類が異なっていくんで、まあ、課題に応じた思考とか発想とかが求められるそんな環境なのかなというふうに思ってますでこの辺とましそうですねこの辺ですねえっ、ー、と一人一人のキャリア形成に本気で向き合う文化みたいな話でいくとまあキャリアインフラを目指す会社だからこそ一人一人のキャリアに本気で向き合ってるんですよみたいなところで、まあ、結構経験できる職種の幅が広いなっていうふうにまあ中にいる人間としては感じてましてまあこの辺りあの実際の まあ、キャリアパス例みたいなところをお見せした方が早いかなというふうに思っているんですけど、まあえっと、例えば左上の社員とかだと、まあ、インサイドセールス経験して、カスタマーサクセス経験して、その後事業企画、営業企画経験してとか、まあ、そんなあキャリアの幅広さだったりとか、まあ、このあたりもそうですね。えっと 右上の社員とかだとあの、リクルーターやってから事業企画やってからプロダクトマネジメントやって、今だと主要事業の AI 領域に関わる PDM、まあ、プロダクトマネジメントやってるとか、まあ、そんなこともやってますし、まあ、この辺に来るとあの執行役員とかあのグループ企業の代表とか、まあ、そういったこともやっていて、まあ、いろんな、えー、キャリアパス、幅広いキャリアパスを経験した結果、あの会社の中核を担うようなそんな人材に育っている、まあ、そんなところがあの弊社の、えー、新卒で入社する魅力かなというふうに思ってますまと、あま、とめると本質的な課題性 設定かける課題解決のプロフェッショナルになれる環境みたいな、まあ、そんなところかなというふうに思ってます。ちょっと時間もいい感じで迫ってきてまいりましたので、まあ、選考についてはですね、あのこの後質疑応答の後に触れていければなと思ってますので、一旦僕の方での会社説明を以上にしようかなというふうに思ってます。ご清聴いただきまして、ありがとうございました。じじゃあああ画面共有閉まますはいいりがとうございましたあの 私もあの転職のサービスあのビ、ビズリーチさんであったりとか、あのミニーにしたことある中で、まだまだ転職を考えたことある人ト2%というところの,あの数字にすごく驚きまして、これからますます事業としてもあの伸びていく市場がどんどん拡大していくんだろうなとお話ししいながら思っていました。ありがとうございます。 ありがとうございます。あのそんなあの皆様、おそらく人材のイメージがあるのかなと思ったんですが、ちょっとクイズの答えいきたいと思います。で、あの投票の結果もです、ね、あの人材が圧倒的です、もう1割を超えているんですけども <laughs> あの、皆さん聞いたから分かるかなと思いますが、改めて正解お願いします。 皆さん、すみません、予定調和なあのクイズの回答ではありますが、<laughs> えー、人材も M&A も物流もサイバーセキュリティもすべてやっている会社でございますので、はい、あの正解はあの4つ全部といったところでございます。<laughs> なかなかあの正解の選択肢がないようなクイズだったので、ごめんなさいね。はいそんな感じ、はい <laughs> ありがとうございます。あの、おそらく人材の魅力については、今の会社説明でいっぱいお話しさしていただいたかなと思うので、もしあの3つの中でどれか関根さん、おすすめ一つあれば、その領域についてもお話しいただけますか。あ,ありがとうございます。そうですね、難しいんですけど、やっぱ、まあ、サイバーセキュリティとかは、まあ、面白いかなと思ってまして、はいうん、まあ、結構ね、えー、まあ、皆さんも多分よく聞くと思うんですけど、うん この5年とかで、このサイバーセキュリティへのリスクっていうのが、まあ、どんどん高まってるんですよ。これ、はサイバーセキュリティに限らずではあるんですけど、まあ、昨今、その、まあ、世界で、えっ、ー、と、まあ、あまり、なんでしょうね、えっ、ー、と、 楽しくないニュースというか、なんかどこどこの国がどこ？どこを攻めてとか、うん、まあそういった話聞くじゃないですか？まあ、それと連動してやっぱりサイバーセキュリティのリスクとかも。あのやっぱ高まっていくので、うん、まあ結構大きな社会課題かなというふうに捉えてます。うん、ま、そんな社会課題のところに対して、うん、ま、我々がそのテクノロジーでまあ、いかにアプローチできていくか。うん、まあ、そんなところはまあ割とやりがい,がいがあるというか、あの課題の大きな。 マーケットかなというふうに思っているので、まあ、そのあたりとかはすごく関われると面白いかなって思いますね、うん。ありがとうございます。それこそ、あの、今働く環境を、あのリモートワークであったりとか、いろんなところで働くって中で、ますますサイバーセキュリティってすごい重視されそうです。いや、おっしゃる通りですね。あの、まあ多分、この、本当に数年だと思うんですけど、もともとインターネットをここまでたくさん使ってこなかった人たちが、インターネットを使い始めるんですよね。うん、はい。うん ってことはなんですよそういった人たちってそのリテラシーがそこまで高くないしみたいな、なるほどつまり狙われやすいよねみたいなまあそんなところがまあ社会の変化かなというふうに思っててまあそういった社会の変化を捉えるみたいなまあ,あの冒頭でもお話ししたんですけどまあそういったところが我々の事業づくりの DNA かなって感じですね <laughs> ありがとうございます。今あののまさにこう時代が変化していく中でそれの社 課題解決を見つけていく、解決していくってところの,あの事業のらしさが現れてる話かなと思いました。ありがとうございます。はい、というところであの、ここからはですね、皆様にだいた質問、どしどし答えていくパートにできればと思います。まずはですね、事前にあのアンケートでいただいてる質問からお答えしていければと思います。あのサイトを見てこう、キャリア入社の,あの比率が高いってところを発表したんですけれども、逆にその中で新卒に求めていることって何なんですかっていう質問、<laughs> 率直にいただいてますが、いかがですか。 あ,ありがとうございます、えっと、この前、ちょうどあのうちの社長の酒井っていうものに、同じような質問を、はい、あの新卒採用の担当としてしてみたんですけど、彼は爆発力とポテンシャルっていうふうに言ってました。これは、えっとまあ、つまり新卒で、えー、採用をする人たちっていうのは<ー>、えー、自分が想像もできないような爆発力を秘めていて、 ねえあこんな提案してくるんだとかこの経験を通じてこんなに成長するんだとかもう想像もできないような爆発力とポテンシャルを秘めていてまあそれが結果として、えー、例えば、えーかかんえー、まあ 経営の幹部になっていくだったりとか、うん、まあさっきもあの経営の中核を担っている社員がいるっていう話もしたんですけど、うん、まあそういうふうにあのポジションをつかんでいくんだっていう、まあ、そんな話をしていて、まあ、爆発力とポテンシャル、うん、まあその結果としてグループの中核を担うような人材になってほしい、うん、まあそんなことをメッセージングされまして、おっしゃる通りだなっていうふうに思った、まあ、そんなようなことがね最近ありました、ね。 多分その爆発力が新卒の皆様にはあるっていうことは社会人として働いてるからこそ、まあ、割とイメージがしやすいのかなと思いつつ学生さんの皆さんからすると私そんなにクリエイティビティ持ってないんだけどって思ってる学生さんいっぱいいるのかなと思います。なんか改めて新卒の あの学生の段階でじゃあどんな能力を持っていれば何か音山に入りやすいというか入れるのかどんな人材を求めてるのかところもぜひ合わせてお答えいただければと思います。あ,ありがとうございます。承知いたしました。えっとですね、まあ、大きく2つかなっていうふうに思ってます。1>, うん、えっと1つ目はもう自分の頭で考え続けることかなっていうふうに思ってまして結構人間って楽をする生き物なのでなんかいつか誰かが作った。 指標とかあの、いつか誰かが作った目標とか、うんまあ、そういったものをあの追いかけがちなんですけど、まあ、それって本当に正しいんだっけとか、それって自分に合ってるんだっけ、うん、それって自分がやるべきことなんだっけっていう、まあ、その自分の頭でちゃんと考え続ける、うんまあ、そういうことを日常からしていると、全然、あのなんでしょうね、差,差分というかあの、かなり大きな差になってくるかなというふうに思うので、うんまあ、まず一つ目はそこ。 で,すで、えー、と2つ目に関しては、まあ、自分がやると決めたことをまあ最後まで諦めずにやりきるっていうところかなっていうふうに思ってまして、うん、まあこれとかもおそらく皆さん勉強だったりとか部活だったりとか自分でこれをやろうっていうふうに決めたことをまあ途中で逃げ出して諦めずに最後までえやっていくっていう経験はあると思うんですけどもう仕事も全部一緒。うん ですし、まあ、僕らは特にあのお客様を大事にしている文化でございまして、まあ、そのお客様と一緒に決めたことを途中で逃げ出すって、これ、ビジネスの世界でもありえないことなんですよね。まあ、そんなところとかもあるかなというふうに思っているので、<laughs> うん、まあこれが2つ目の答えになるかなというふうに思います。 それが向き合い続けるっていう言葉におそらく御社だと変わるのかなと思っております。うん、で、実際に関根さんもあのセールスとしてこういろんなお客様と向き合っていたって中で、なんか自分が一番大切にしてたなんか仕事のポリシーみたいなのがあれば、ぜひお伺いできればと思ったんですが、いかがですかあ,ありがとうございます。承知いたしました。これはえっととまあお客さんと一緒に、うん、その これを目指すとかあの合意するみたいなまあそんな話さっきしたんですけどえっとまあお客さんと一緒にその課題を合意するっていうのが一番大事になるかなっていうふうに思ってるんですね、はいうん、でその課題を合意する上でお客さんに課題って何ですかっていうふうに聞いてもなんかクリティカルな課題って実はあんまり出てこなくてなんか課題って何ですかって聞くと、うん、まあなんか最近気になっていることがなんかちょろっと出てくるみたいな,、うん、なんかそういった たものをま鵜呑みにしてじゃそれが課題なんですね一緒に解決していきましょうって言って、うん、ま課題を解決したとしてもまあ、あんまり大きなインパクトって生まれてこないんですよ、うん、でえっ、ー、と自分が大事にしていたことはじゃあお客さんってなんであの時こう言ったんだろうっていうここの背景を想像しまくる。はい っていうところで、まあ、なんかお客さんにダイブするみたいなそんな話なんですけど、うん、まあさっき社会の変化っていうキーワードもありましたが、うん、まあそもそもまあ世界や日本を見て、社会がこういうふうに変化をしていますと、うんで。そういうふうに変化をしていると、じゃあお客さんが属しているこの業界はこういうふうに変化をしていますと。で、この業界がこういうふうに変化をしているということは、この会社はこういうふうに変化をしていますと。 でこの会社はこういうふうに変化をしているということは、えー、事業的にはこういう変化が起こっていそうだとで。事業的にこういう変化が起こっていそうだと、じゃあ人事の部門ではこういう変化が起こっていそうですよねと。じゃあそういう変化が起こっているんだったら、えー、目の前の例えば部長さんとかはこういうことを考えるようになっているかもしれない。部長さんがこういうことを考えているということは、えー、目の前のお客さんが所属しているチームはこういうふうな状況になっているかもしれない。でまあ えー、もっと言うと、えー、そのチームの、えー、グループメンバーですね、えー、自分、目の前の人の、まあ、同僚とかはこういうことを考えていて、うん、もっと言うと、この人は、えー、奥さんがいて、えー、何歳になるお子さんがいて、家庭環境はこういうふうになっていて、うん、その中で仕事をしているからこそ、この前、このようにおっしゃっていたのだ。 っていうところまでダイブしていって、その背景を汲み取っていって、うん、お客さん、この前こういうこと言ってましたけど、本当に言いたいのってこういうことなんじゃないですかっていう仮説を立てて、えー、あそうなんすよ、みたいな感じで課題を合意して、<ー>そこから解決していくっていうふうになると、帰、うん、ってくるインパクトもだいぶ大きいんですよね。みたいなことをまあとても大事にしていて、まあ 今の話を僕は別に担当していた会社が1社だけじゃなくって、うん、もう何十社も担当していたのでもうかける何十みたいな感じでやっていくんですけどさっきなんか成長環境のところでなんか日々向き合う仕事の難易度みたいな話もしたと思うんですけど、うん、まあこれをなんか日常でやっているからまあソラートレーニングされるよねみたいな、うん、まあそんなところがあるかなと思ってるんですけど、うん、まあそんなところが大事にしてましたねあ,ありがとうございます。お客様も見つけられてない 潜在的な課題を一緒に見つけていく、で、導いていくっていうお仕事のスタイルなんじゃないかなと。だからこそ社会を変えていけるんだろうなと、話を伺いながら思っていました。うん、あ,りありがとうございます。続いて学生から来た質問いければと思います。はい、あの、関根様の,あの入社理由あの、ちょっとスライドで映ってたかなと思うんですけど、そこをぜひ深掘りして教えてくださいとのことですはい、はいあ。ありがとうございます。了解しました。入社理由、えー、っと、改めて皆さんのために。 え出します画面。いいあいいですかありがとうございます。あ、了解です。ちょっと待って,てください、一番最初のページに戻りまして、はい。ありがとうございます。おそらくこう、大手企業とかに行く方も多い中で、いろんな選択をしたんだろうなと思うので、そこも含めていただければと思います。はい、なるほど、なるほど。了解です。ちょっと待ってくださいね。画面を出そうと思っているのですが、 このように書かせていただいているんですけど、まあえー、っと僕はそうですね、えーまあ、軸のところにも書いているんですけど、まあ、世の中の課題に、うんまあ、せっかく自分が、まあ、働くということに時間を使うのであれば、まあ、少しでも、まあ この生まれ育った日本というものをよくしていきたいなっていうふうに思ってまして、うんでまあ、じゃあ今後、僕が2018年に働き始めて、じゃあ2030年、うん、2040年、2050年、2060年と、まあ、今後日本がどうなっていくのか、もっと言うと自分が例えば、えーまあ、子供を産み、その子供がどういうふうに成長していくのか、もっと言うとその孫がどういうふうに成長していくのかみたいなところを考えたときに、うん、まあより良い日本を作っていきたいなっていうふうな、うん、な,んかなんとなくの。 なんか感情はあってで、まあ、そういったところでそのいや今後の日本で大きな課題って何だろうっていうふうに考えたら、まあ、さっきなんか労働人口めっちゃ減って生産性もそんな高くないみたいな話したと思うんですけど結構割とこれが自分の中の答えで、まあ、HR 業界ってめちゃくちゃ課題大きいなっていうふうに思う <laughs> まあそういったところまあ HR 業界の課題を解決していきたいなっていう風な思いが就活の中でどんどん強くなっていったっていうのが一つです。ねまあ軸のところにも書いてるんですけど志の高い優秀な仲間の存在みたいなところとつながるんですけど、まあ、今みたいな話なんか日本って今後こうなっていってとかこういうところ課題だと思うんすよみたいな話をなんか当たり前のようにあの真面目に語り合える っていうのが結構うちの会社のいいところだなと思っていて、うん、まあいろんなあの会社さんを受けさせてもらったんですけど、まあ一番うちの会社で、えー、まあディスカッションをさせていただいた社員の皆様が、はい、あこんなになんか真面目に語り合えるんだっていうふうに、はい、まあ感じたから、はい、まあこのはい会社に決めたって感じでしたね。ありがとうございます。あの 学生の皆さんはきっと迷っている、今まさに模索している軸かなと思うので、参考になったと思います。ありがとうございます最後に1問、学生から進めいければと思います。貴重なお話、ありがとうございます。という社は IT の技術を扱うようなことが多いような印象も受けましたが、こう文系が入った、文系から入った人はどのくらいいるのかというところと、文系の社員でもどんな仕事で活躍ができますかというところで、いいただいておりますあ,ありがとうございます。まあ、正直、文系とか理系とか、そんなに僕は気にしてなくて。 ですね、あのさっきもなんか幅広いっすよみたいな話もさせていただいたんですけど、うん、まああのプロダクトを作っているメンバーが、うん うちの会社にいるからこそ、まあ,あの結構経験できる幅広いかなと思ってまして、まあ開発からマーケティングから営業から成功支援から、まあ全てのところでできまして、まあポチって書いてるところ全て、えー、まあ文系ができるような仕事かなと思ってるんですけど、まあビジネスマーケティング、カスタマーマーケティングとか事業企画、プロダクト企画とかいろいろと書いてると思うんですけど、全然なんか社会に出た時に文系とか理系とかあんまり関係なくなるかなっていうふうに思ってますし、まあもちろんめちゃくちゃうちの会社にも文系、 文系の社員が活躍している例とかもあるので、はい、そのあたりは全然あの不安にならず、安心していただけたらなというふうに思ってます。ありがとうございます。おそらく関根さんもあの経済学部で先ほどの図に書いてあったので、文、はい、系でまさしく活躍されている社員様の一人かなとと、うん、ありがとうごございま <laughs> まございますなので皆さんもご安心いただければと思います。ありがとうございます。ところで、残りのお時間も少なくなってきま,ましたので、最後に関根様から今後のご案内、よろしくお願いします。 はい、ありがとうございます。皆さん、改めて、えー、お時間にお付き合いいただきまして、ありがとうございました。はい、えと最後、ちょっとあの弊社の選考について、うん、えお話をさせていただけたらなと思いますので、ご興味ある方は、ぜひもう少しだけお付き合いいただけたらなと思います。えー、今、画面を共有いたしまして、えー、と選考についてといったところでございます。えーとまあ、今、あのまあ、こういったイベントとかにも出させていただいているんですけど、えー、と今回ですね、えー、我々、 弊社の夏選考の、まあ、宣伝のために、えー、イベントに出ておりますといったところで、まあ、夏選考はこんなフローになっておりまして、えーっとまあ 夏選考の中にサマーインターンが組み込まれている、まあ、そんなイメージをしていただけたらなというふうに思っております。まあ、なので、インターンシップに参加していただいた全員の方が、あのその後の選考に進むことが可能というような形になっております。でまあ、夏選考という言い方をしているので、えー、まあ夏の間に、えー まあそのサマーインターンだったりとか、あの次の選考をご案内して、まあ、最速でも12月中、まあ、年内にあの最終面接を受けていただくような、うん、まあそんなあのスピード感のある選考になっておりますといったところが特徴です。でえっとまあ、その 選考の中の一部であるサマーインターンシップについてご説明させていただきます、イシューというプログラムを開催予定でございまして、まあ、イシューの特徴は、まあ、こんなところですかね、さっき言った通りで、まあ、最速で7月から内定通知させていただきますといったところだったりとか、うん、まあさっき課題みたいな話もさせていただいたんですけど、まあ、ビジネスの本質って結構、まあ、イシュー、課題にあるかなというふうに思ってまして、まあ、ここを実践的に学ぶプログラムを用意しておりますといったところですね。でもあとはあと賞金最大20万円みたいなところも結構特徴かなと。 と思ってまあ、そんなところですかね。はい。まあ、はい、そのあたりかなっていうふうに思ってます。まあ、あと、また改めて、えっ、ー、と、皆さんに、うん、あの、メールでご案内とかもさせていただけたらなというふうに思いますので、ご興味ある方、ぜひ申し込んでいただけたらなと思います。はい、そんなところです。 皆さん、ありがとうございますあの。20万円という金額もさておきながらあの、経営のメンバーから直接フィードバックがもらえるって書いてあったので、ね、それもすごい魅力的だなとお話を伺いながら思っておりました。皆様、ぜひですね、あのこの機会にぜひここの URL からあのご応募の方よろしくお願いいたします。というところで、本日、あのビジュアルのです、ね、関根様にお越しいただいておりました。学生の皆さんに2つだけアナウンスでございます。1つ目はですね、チェックインとアンケートの回答だけお忘れなくよろしくお願いいたします。で、あのこの後の配信、実はですね、URL が少し変わります。あの チャットの方から飛べるようになっておりますので、そちらご確認いただければと思っております。というところで本日はでねビトナル様の関根様にお越しいただきました。本日はありがとうございます。どうもお付き合いいただいてありがとうございました。はい、それではまだまだ見極めライブ楽しんでいってください。またね。見極めで検索。